金運最強パワースポット、金運にご利益のある神社仏閣を西日本から厳選して7箇所ご案内していきます。まず一つ目が岐阜県にある小金神社です。こちらもゴールドの鳥居が象徴的になっています。そして毎月最終金曜日にその日だけの御朱印というのがあります。それが金色の御朱印で、手にした人は金運が上がると言われています。ご予定があればぜひいらしてみてください。それから二つ目は熊本県にある神龍八大竜王神社です。こちらもお名前からしてすっごい立派なお社や本殿がありそうに思いますけれども、すごいこじんまりした人里離れたひっそりしたところにある神社になります。こちらは行く前にですね、観光所っていうところに福蛇の袴、それが売ってるんですね。でそこで最初に買って、それからその竜王神社の方に行く。そうするとすごく神様が味方されると言われています。3番目が奈良県にある